こんにちは、マイムイだ。本日もよろしくお願いします。今日はですね、最近なんか韓国でダルゴナコーヒーっていうのが流行ってるらしいんですけど、うちも娘が最近よくダルゴナコーヒー一人で作ってるのをよく見てて、娘に教えてもらいながら作っていきたいと思います。それじゃあレッツゴー、行ってみよう。今日はダルゴナコーヒーのアイスとホット両方作ってみたいと思います。用意するものはインスタントコーヒーと牛乳と砂糖と、お湯またはお水を用意します。じゃあ作っていきます。いっぺんやっていい？これウルトラマン、すいませんでした。はい、じゃあ真面目に作っていきます。こちらコーヒーからでいい？何でも。コーヒーを入れてたらいい？入れて。じゃあ容器にコーヒーを入れていきます。どんだけ入れたらいいの？大さじ1、いつも2杯くらいね。2杯ぐらい、2杯。牛乳とコーヒーの割合は1対1だそうです。え、水？全部1対1対1。全部1対1対1だそうです。とりあえず大さじ2杯入れていきます。コーヒー、じょーん。はい、2杯目。じゃあ砂糖も入れます。はい、砂糖入れます。いっぱいで、もう1杯入れますね。2杯目入れます。で、お水も同じだけ大さじ2入れます。お湯の方がよく溶けそうやけどね。お水でいいの？お湯でもいい。お湯でもいい。じゃあお湯でやる。水よ、ごめん。だってよく溶けるのはお湯じゃんね。そうちゃん。はーい、お湯入れます。ほい。はい、2杯目。はい、こんな感じで入りました。見える？ほいで混ぜる。この後は混ぜていきます。これはどんぐらい混ぜたらいいの？黄身色がこの茶色から黄色っぽく変わるそうなので、それぐらいまで混ぜます。多分ミキサーあったらそれでやったらいいと思うんですけど、うちにはミキサーはないので手動で頑張ります。全然ずっと茶色いよ。おい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 おら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 。しんどいやんこれ。これどう？頭、ブロッコリーおじさんのヘアバンド。超お気に入り。今こんな感じ。全然茶色いよ。混ぜ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 。みんなも一緒に混ぜ混ぜ。すいません、しんどい時も笑顔を忘れずに。でもほんまに腕痛い。ダルゴナコーヒーの道のりは長い。まだ？まだ。
ちょっと今湯煎したチョコレートみたいな感じです。めっちゃ腕たくましく見えんねんけど、大丈夫これ？ほらほら、だいぶこってりしたテクスチャーになってきました。色もわかるかな、こんな感じ。頑張れ頑張れおかん。こんな感じで色もだいぶ明るくなってると思います。こんなもんで OK ですかね。こんなもんで OK 出ましたので、次の工程に入ります。どんぐらい入れたらいい？普通に入れていい？牛乳10日満パン、こんなもんで、ちょっと上の隙間を開けておきます。この用意した牛乳の上に先ほど頑張って混ぜ混ぜしたコーヒーを乗せていきたいと思います。じゃあアイスから乗せますよ。いやー切れへん、どうしよう。ちょっと待って待って、よいしょ、合ってる？よいしょ、あすごい。ほんでホットも？もう一杯ぐらい。よいしょ、あすごい、おいしそう。お、いいんじゃない？きれいきれいきれい。よいしょ。すごいねこれ。うわうわすごい。感じです。すごい、カフェって感じ。はーい、完成しました。じゃじゃーん、美味しそう。上手にできたかな。早速飲んでいきたいと思います。しっとろー、混ぜまーす。すごーい、カフェっぽい。あ、うん、大人の味。結構ね、苦味があります。じゃあ次ホットも飲んでみます。ホットも混ぜちゃうよ。ホットはあの牛乳に砂糖を入れたから、このアイスよりも多分甘く感じると思います。にがクリームだけ飲んだ。危険、あのクリームだけはめっちゃ苦いです。あのブラック好きな人しかペロリンチョはしたらダメです。にっか、苦っ。あ、おいしい。口唇汚い。うん、牛乳と一緒に飲んだらこの苦味がだいぶ軽減されるんで美味しいです。うめ。アイスの方がサラサラっと
とした感じで飲めるんですけど、ホットの方は、なんて言ったらいいやろ、もっさりした感じがします。両方とも美味しいんで、ぜひアイスとホット両方作ってみてください。今日は韓国で流行っているダルゴナコーヒー作ってみました。皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。